場が、あの本殿ですから、みんないろんな英霊祀ってる、神様に見られてる、守ってるような、そういう感じでもあれが、あのそういう説もあるんですけども、それはだから当時の東照たちはどういう気持ち、どんなものを感じてるかなと思って。ねえ、どれがわからないけど。やっぱりすごく聖なる場所、気持ちが本当に普通の場所とは違うでしょ、その雰囲気は。そうだったんですかね。それはどういうところをすごく特別かな。仕事場として。どういうところで、いや、仕事場の雰囲気は。当時は戦争をやってるからね、それ。困ったね。ちょっと覚えてることだけで、ちょっと教えていただきたいなと思います。まあ別に、全然気持ちとか印象とかはね、当時の。ね。やっぱり担任会は、あの、これで今作って、刈谷さんしかいないし、これすごく重要な、あの、刈谷さんの話はね、当時はみんな大体忘れてる。どうなの、
私はこの靖国の参拝の問題は、外交問題にはしないと、しない方がいいと思っています。一国の首相が一政治家として、一国民として、戦没者に対して感謝と敬意を捧げる、哀悼の念を持って靖国神社に参拝する、二度と戦争を起こしてはいけないということが、日本人からおかしいとかいけないとかいう批判が私は未だに理解できません。まして外国の政府がこの心の問題に対して、一政治家の心の問題に対して靖国参拝はけしからんということも理解できないんです。精神の自由、心の問題、この問題について政治が関与することを嫌う言論人、知識人が私の靖国神社参拝を批判することも理解できません。まして外国政府がそのような心の問題にまで介入して外交問題に進めようとする、その姿勢も理解できません。精神の自由、心の問題、これは誰も犯すことのできない憲法に保障されたものであります。